共産党衆議院議員の志位和夫さんから歌をいただきます。志位さん、よろしくお願いします。皆さん、こんにちは。日本共産党の志位和夫です。森友公文書改ざん事件に対する国民の怒りが沸騰しております。国民の怒りの声と野党6党の結束の力で一歩一歩政府を追い詰めてきています。佐川前局長の承認喚問まであと一歩ですよ。明日の参議院の予算委員会で議決をして速やかに実施させようじゃありませんか。皆さん、公文書の改ざんというのはそもそもどういう性格の問題か。公文書というのは主権者である国民の皆さんの知的共有財産です。公文書管理法第1条にはっきり書いてあります。ですから、それを改ざんするということはまず何よりも主権者である国民を欺く行為と言わなければなりません。そしてこんなことがまかり通れば、国民の皆さんが政府の行為を検証したり、あるいは監視したりすることが予測不可能になってしまいますね。ですから、これは憲法の一番の大事な原理である国民主権を破壊する行為ではないでしょうか。さらに政府は改ざんされた文書の線で国会答弁を繰り返してきました。そして改ざんされた文書を国会に資料として提出していた。行政府が立法府を1年以上欺き続けてきたのであります。こんなことがまかり通ったらまともな国会審議に成り立ちませんね。政府が資料を出してきた。この資料は改ざんされたものですか、まともな資料ですか。いちいちこんなことを正していたら審議になりませんね。議会制民主主義を破壊する行為ではないでしょうか。森友公文書改ざんは憲法に明記された国民主権と議会制民主主義を壊す歴史的犯罪行為です。ですから、絶対に曖昧にするわけにいかない。徹底した真相究明と責任追及によって日本の政治に民主主義を取り戻そうではありませんか。皆さん、誰が誰の指示で何のために改ざんを行ったのか、これを徹底的に究明する必要があります。政府は佐川氏一人に全て責任をかぶして逃げ切ろうという魂胆です。そうはいきませんね。前川文科省政治官が TBS の番組でいいからやれと誰かが言わないと通常の国家公務員の神経じゃできないことだとおっしゃってる。誰が考えてもそうですね。いいからやれと一体誰が言ったのか、どんな政治的圧力が働いたのか、これこそ究明しなければならないのではないでしょうか。改ざん前の文書出てきました。これ何を示しているでしょうか。安倍首相は書き換え前の文書を見ても私や妻が関わっていないことは明らかだと弁明しています。これは全く成り立たないことじゃないですか。改ざん前の文書にはこの案件、森友案件が首相案件、安倍案件であることをはっきり語っているじゃありませんか。改ざん前の文書には首相夫人の昭恵さんが現地を視察し、いい年ですから前に進めてくださいと語ったと森友側が近畿財務局に伝えたということを書いてある。それを契機にして特例的な貸し付けの話がごろっと前に進んだということも書いてある。安倍さんは家に帰って妻に聞いたところ、
そんなこと言ってないというんです。しかしそんな間接魔法を誰が信じますか。やましいところがないんだったら国会に出てきて直接魔法で話すべきじゃありませんか。さらに皆さん、改ざん前の文書には森友学園の籠池理事長が日本会議の関係者であり、安倍首相が日本会議国会議員懇談会の副会長であることまで念入りに書いてあるんです。首相は私や妻が関わっていないと言うけど、改ざん前の文書はこの案件が文字通り安倍首相夫妻が関わった特別の案件、首相案件、安倍案件であることを語っているじゃありませんか。それでは改ざんの目的は何だったか、もう明らかですね。政府は改ざんの責任を佐川さん一人に押し付けるために佐川答弁に合わせて書きかけが行われた、佐川佐川と言ってます。しかし皆さん、これは事実に反する悪質なミスリードです。昨年2月17日の安倍総理の答弁、私や妻が関わっていたら首相も議員も辞める、あの答弁こそ改ざんの出発点じゃないですか。あの答弁に合わせて改ざんをやったというのはことの真相じゃないですか。このことを野党の議員が一昨日問いただしたら、理財局長は否定できなくなりました。安倍案件、首相案件であることを隠蔽するための改ざんだったというのがことの真相ではないでしょうか。ですから皆さん、この疑惑の本丸は安倍首相夫妻の関与なんです。佐川さんに出てきてもらうのはもちろんですが、昭恵さんにも出てきてもらおうじゃありませんか。迫田さん、首相夫人付きの職員の方、関係する方全部出てきていただいて真相究明徹底的にやろうじゃないですか。私たちは真相の徹底究明を通じて安倍内閣を総辞職に追い込む、この決意で頑張ることをお約束したいと思います。最後に皆さん、前川文科省前次官が高知に招いた中学校の授業に文科省が異常な圧力をかけていたことが明らかになりました。大問題ですね。教育基本法は教育は不当な支配に服することなくと書いてある。これは戦前の軍国主義教育が多くの子どもたちを戦場に駆り出した、たくさんの命を奪った、その痛苦な反省の上に書かれた一文なんです。文科省がやったことはまさに不当な支配以外の何者でもないじゃありませんか。皆さん、安倍政権の下で政府の機関は危機的な状態です。南スーダン PKO の密報を隠蔽した防衛省、裁量労働制に関わるデータを捏造した厚労省、森友公文書を改ざんした財務省、そして前川さんの授業を介入し圧力を加えた文科省、役所がみんな危機的ですね。安倍強権政治の毒が政府全体に回ってしまっている。日本の民主主義は危機に陥っております。一刻の猶予もなりません。市民と野党の共闘の力で安倍政権を倒し、日本の政治に民主主義を取り戻すために力を尽くして頑張り抜く決意を申し上げて、私の訴えといたします。ありがとうございました。頑張ります。Bさん、ありがとうございました。安倍内閣は退陣だ。